リコリスリコイル主題歌聞いていきましょうということでですね、クラリスさんのアライブという曲ですね。僕あれなんですよ、そのまだクラリスさんをそこまでがっつりちょっとごめんなさい本当に知れてなくて、ただ独り言は知ってるんですよ。だからなんかね、ユニゾンスクエアガーデンの時もそうなんですよ、本当に有名なんですけども、僕が通ってきたアニメと違うところなんですよ。僕結構なんかスクライドみたいな男くせえやつばっか見てたんで、なんかねちょうど真逆の世界にいるわけですよ。クラリスさんは本当に美しさじゃないですか、その美しい世界にいる方たちなんで、ただその中でも僕の方にこう情報は来てるわけなんで、それほどにも有名な方であるっていうね、あの独り言を知ってるんですけど、美しい可愛いなっていう、その声がたまんねえなっていうね、あの感じですけどもね、あの改めてちょっと聞いていきたいなと思います。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それでは行きましょう、レッツゴー。めっちゃいい。だだだだだだ。いや、めっちゃクールだな。なんか、いい、このなんか SEO 感もある、最初の。わかる？言いたいこと。なんだろう、かわいいとかっこいいの融合だな。あ、リコリスだ。あ、リコリスだ。リコリスだ。かわいいとかっこいいの融合してるやん。あー、で、クラリスさんも2人ですよね。あー、すげえ。うわー、めっちゃいい。この高い声が刺さるんだわ。タワー、土管いってる。おー、マジで。あー、ここあの場所だ。おー、あー、リスとロボだ。足服、情報量が多い。うわ、いい。バン。これはね、なんかね、ツイッターでたまたまなんかもう蹴りかましてるのはなんか俺見たんだよね。誰かレイヤーさんかな、レイヤーさんがなんかやってるのを見たような記憶がありますね。ということで、めちゃくちゃいいなー、すげーなー。いや、合ってるわ、合いすぎてやべえわ。なんかあのトンチンカンな俺ですらすぐ分かるようなリンク、このクラリスさん2人っていうところで、リコリスのこのメインのね2人がいてっていうさ、で可愛いんだよ、声がめっちゃ可愛いんだよ、でかっこいいんだよ、曲は。分かる、このもうリコリスのこの2人と同じなんですよね。もう可愛いでもかっこいいっていうさ、うわー、すごいなー。俺こういう曲めっちゃ好きなんだよね。若干だからね、その SAO とかで流れてそうな感じ。なんで SAO かって、やっぱ SAO ってスピード感あるような曲があるじゃないですか。なんかガンゲイルとかでなんかこれ使われてそうな感じもするんだよね。わかる？なんかわかんない、雰囲気的にね、なんかすごい。だからね、スピード感イコールかっこよさからの可愛さの融合がたまんないね。もう止めたくてしょうがない。毎回だからね、この初めて聞いていく時のね止めたい欲が半端ない。ちなみにごめんなさい、僕あのこれからちょっとやろうと思ってるのは、1話をもう見る前にこの曲だけリアクション動画撮ろうかなと思ってて、いつも動画ね本編撮って、であのなるべく早めにね、あの撮ろうかなっていうようなスタンスでいるんですよ。で今回はリコリスは3話まで見ての段階でこれ今撮ってるんですよ。だからなんかその3話まで見たからこその量ね、量のあの噴水のところとかも分かったわけですよ。なんかあーみたいなさ。でだからこれが逆にね、1話を見る前から見ろって話で、タワーがなんでああいう風に倒れてんのみたいな、スカイツリーやな、あれもはや、なんで倒れてんのっていうところでさ、どういう風に倒れたんだろうみたいな、すげえ気になるわけですよ。異星人がやったんかいみたいなさ、異星人のような要素ねえからなこの作品と思いながらさ、だからリアルなんだよね。だから異星人かみたいなさ、ドカン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 ってなってオープニングから立ってるから、うわーみたいなさ、そこから出てたのみたいなさ、それそれでよかったんだよ。それはそれである意味なんかここで知れたのはよかったんだけど、最初から知っておけばね、あのもっと、ああれやったのはあなたなんですねみたいなさ、なるからさ、だからそういったようなところもこれからの方針としてそういう風にしようかなって思っております。はい、ということでちょっと改めて聞きましょう。もう本当にね、もう止めながらでね、いろんなところがあのその ロボタが出てたりとか、本当にね、なんかいいなって感じですね。オールナットもせやけども、はい、これテレテテテテテ、わかる、このさ、なんかテレテテテテテで綺麗な入りから行って、で美しい声がいて、ダーンってこう入ってさ、でこのねエレベーター上がってる感わかる、このなんかねエレベーター上がってる感が俺の中二心をめっちゃくすぐるのよ、これ。
この曲ちょうどめっちゃ合ってるくない？てかね、エレベーターって俺クールだなと思うんだよね。ガングレイブっていう作品もそうなんだけど、まあガングレイブはトラウマなんだけど、やっぱエレベーター上がってるシーンってクールなんだよね。そこでまあ衝撃的な展開、15話かな、もう本当になんかもうね、絶望したようなシーンがあるんですけども、とにかくなんかエレベーター系って。で、曲とまた、あれでは、曲と合ってるので言うとデスノートかな。デスノートの絶望ビリーとかだったかな。絶望ビリーとかがなんかそういう風に、ライト君がエレベーターにいてこうバーって上がってるみたいな、若干似てるような感じ。だテンポ感とも似てるみたいな、すごいね、気持ちいいんですよ。すごいいいんだよ。で、このズンタ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 がまたええな。ほら、スピード感。リコリスだけにね、リコ的にね、はい、リコだけにね、リコ的。うわー、声がたまんね。うん。あー、もういるんだもんね、ここで。あー、たまんねー。もうここのね、入りがすごいね、好きなんだよね。そして若干似てるのが、やっぱね、やっぱ SL 似てんだよね。でで、迷わずに今ーって行きそうなんだよね。行きそうなんだよ、わかる。なんかね、やっぱその作品によってね、スピード感10とかになってくると、こういった方面になるよね、とかっていうので、なんか若干ね、似たりもすると思うんだけど、なんかそれをね、思えるところもある。でるって行きそうな感じもすんだよ。わかるわかる、言いたいこと。でもこういうのがめっちゃね、刺さるんだよ、ピンポイントに。ダーン、かっこいいな。ここでまた声が上がるんだよ、声も。もうたまんない。ほらほらほら、これこれさ、ここでさ、もうこのね、もう見てこれ、ほらほら、もう曲と合いながらの爆発のこの感じが、ドカン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 みたいな、たまらん。うわ、このユニゾーンがたまんねえのよ。で、これ、ここのシーンが、だから俺ちょっとね、若干嬉しいなと思ってるのは、最初だったらさ、わかんないじゃん。1話とか見てもわかんないじゃん。2話見てもわかんないじゃん。3話で初めてわかるんですよ、これ。俺3話まで、見て、オープニング見るというバカなことしてるの、ほんとごめん。ほんとごめんなさい。多分ちょいちょいお叱りを受けると思います。今後はもうしないから許して、ほんとに。ちょっとね、1話見る前から見るんだけど、でも若干ちょっとね、一周回って、これは、今見たことによってこの場所を知ってるから、うおーっていうね。でも逆に、オープニングで見てた、通常のね、オープニングで見てた場所が、あ、ここかーってなるのが普通なんで。はい、ちょっとはい、そういうことです。いいなあ、これ、ここもね、だからこういう風にもう出てんだよね、ほら、ウォールナットからのロボだね。で、これ私服一個一個見せろ、早いんだよ、もっと時間かけろそこ。はい、もうこれ、もう素敵、ほら素敵、見てこれ、なんかもうね、レア、めちゃくちゃレア、超素敵。俺ね、今のところね、千里ちゃんが一番好き。3話まで見てる、で、3話が一番ね、千里ちゃんの優しさが出てんだよね、仲間のためにとかさ、なんかすごい優しいんだよ。で、声も可愛いし、見た目も可愛いし、性格もいいし、かっこいいし、火の打ち所がないっていうかね、もうクールなんだよな。早くチンアナゴ聞きたいです。リアルチンアナゴを聞きたいですわ。はい、あー、いい、もう可愛いな、ええー、なー、ほらほらほら、なんかもう曲を楽しむじゃなくて、この静止画を楽しんでるもんね。画像もなんか、うわー素敵、あ、この写真もええなーみたいな、ほらもう見てこれ、何考えてんだろうなーみたいなさ、なんかたまに見せるこのミステリアスな、だから頭いいんだよ、本当に。ちゃっちゃんはね、頭いいんすよ。だから何考えてんだろうみたいなさ、思ったりするわけですよ。すっごいお下品なことを言っちゃうかもしれないですけども、ちょいちょい大きめですね。なんかあんまりおっぱいが際立って描かれてるわけじゃないんだけど、ふとした瞬間になんかちょっとあれみたいな、大きめですかねみたいな、ちょっとごめんなさいね、お下品な方向に行っちゃうんですけど、そんなとこ見るなって話なんですけど、3話もやっぱね、体力測定で走ってる時もやっぱお尻が揺れてるのがすげー気になっちゃうんですよ、そういうの。男の子です、ほんとごめんなさい、男の子はみんながみんなじゃないですよ。でもわりかしね、そう思っちゃうかもしれません。普段が制服に隠されてるがゆえの、たまにそういったシーンがあると鼻の下を伸ばすんですね。はい、すいません。あー素敵、これ見て、ここからの見せ
手出すな感じからのドン、ほらほらかわいい、ほらかわいい、見てこの笑顔、いやーすごいなー、あなたのハートにもなんかしちゃうよ俺、違う作品なんだよ、ニコニコじゃねえ、ニコニコニーじゃねえんだよ、あなたのハートに何すんだよ、これもまたいいよな本当に。滝菜ちゃんもなんかミステリアスなんだけどね、なんかどんどん染まっていってるんだよ、3話で結構こっちに染まってきたな、染まってきたな、あーいいなー、うーん、うわーはあー、あーこれはい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 、そういうことで、あの一番下誰やねんって一緒に思ったけど、ちゃんと合ってますね、はいはい、ちょっとここの流れがもう一回、この服装また可愛いやんな本当に、なんか表参道とか歩いてそうやん、アイドルやん、ほらほら、うわーこのアホイのちょっと流れちゃったよこれ、ほーらめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、これ渋谷やんな、これ渋谷、俺でなきゃ見逃しちゃうね、渋谷渋谷、これ本当に渋谷っぽいよな、ぽくないよな、うん、あーめっちゃ今のいい、めっちゃいいわ、ほらほらこの茶色いの、おーあいいな、ええー、な、めっちゃいい、すごく素敵、西麻布にいそう、西麻布にいそうとかいらんコメントやな、はい、いやー素敵、あーもう素敵素敵素敵、いいっすねー、もういいなー、ほら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 、あ待ってここさ、あフクロウもいて、ウォールナットもいて、この鳩なんやねん、鳩じゃねえか、この鳥、鳥なんやねん、こういうの気になっちゃうんだよね本当に、鳥なんやねんこれ、なんかちょいちょい気になりつつすね、はい、バチコーン絶対痛いよな、いやーいいなー、なんかもう語るとこ多いなー、なんかもう本当にねーいいっすわ、てか全然関係ないですけど、フクロウってリスを食うイメージがあるんですけども、フクロウってやっぱ完全にワルっていう認識で合ってるんですかね、なんかわかる、森の中ではなんかねフクロウ的な感じで、も割にはもうフクロウもういるからな、この喫茶店にいきなりそんな接近しちゃうんすかみたいなさ、ウォールナットはウォールナットでお前普通にいるからな、襖にわけわかんねえもんな、うーんすごいんだよ状況が、何か一個崩れた瞬間に全部もう破壊的な方向に行くからね、ちょっともうあれだね、もう一回もう一回もう一回、もうね情報量が多いわ、あー気持ちいい、あーもう本当にね、クラリスさんのこの二人の声が合わさった時がもうね破壊力がやばい、一人で行って俺らもううわーってなって、はいここは一人やん、で合わせてさ、まだみたいなさ、ああ、うん、あで変わるんだよこっちに、いい、可愛い声が、ああ、だらだらだら、上がんだよ、上がんだよ、普通下がりそうなもんだけど、上がるんだよ。ドン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 、うわめっちゃいい、うん、なんかさ、あかわいいとんまいでたこれかわいいんだよ、俺さみんなこういう感覚あるかわかんないけど、オープニングとかさそういったのって、まあ前も言ったかもしれないけど、主人公が歌ってる感ってない、なんか俺そういうのあって、なんかこのクラリスさんもリコリスのこの2人が歌ってるような、滝菜ちゃん千里ちゃんがなんか一緒に歌ってるような感があるというかさ、なんかそういったあの特別な CG 出してほしいですねなんかそれはそれで聞きたいなみたいな、あるのかな、ありそうだもんだけどね、なんかやっぱそういうのって俺あったりするんだよね、まあまあ前も言ったけど、ワンパンマンはね、あのエンディングがめっちゃ埼玉歌ってる風だなと思ったら、あの埼玉の声優さんが歌ってたっていうそういうのあって、あのちょっと面白かったんだけどね、はい、ということでね、ちょっと後半をはい聞きたす、いらっしゃいすこのコーラスがええんだよ、優しい蹴りからのバシコーン、あーたまんでー
リコリス最高。いや本当にね、クラリスだしな、リコリスクラリスかけてんな、マジでめちゃくちゃかけてんな。最後の最後でいろいろ気づいたわ。でまだまだあるよね絶対に。ちょっとあのコメント欄でぜひとも教えてください。もうクラリスさんめっちゃええな、いろいろと聞きたいな、窓巻きの方も行きてえな、なんかいろんな曲知りたいわ。あのおすすめぜひともコメント欄で教えてもらえたらなと思います。でもアニソンのやつ下手に教えてもらうとな、これから俺窓巻きとか見てないから見たいんすよ、みんなと一緒に見たいんすよ。あの首切られる食われるやつな、あれとかもどんなノリでそうなるのみたいなさ、お前食われんのみたいなさ、なんかあの主人公系じゃないのみたいな、食われていいのみたいなさ、なんかそういったようなところもあったりとか、なんかあそこの世界観僕らのゴーゲームみたいな感じやな、異世界なのかな、わかんないけど。はい、ということでこんな感じで締めていきたいなと思います。ちょっと皆さんのおすすめの曲をぜひとも教えていただけたらなと思います。クラリスさん最高です、もうたまんないです、かわいい、リコリスかわいい、全部かわいい、かわいい&かっこいい、そんな感じです。はい、ということでさよなら、マスクドンチャンネル登録ボタンガンチカチカスチャナス。たまにねすごい噛むんだよ、わかる、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、よろしくお願いしますを融合してチャンネルグッドシャスみたいなチャンネルグッドシャス、いらっしゃせーせー、最後せーになるんだよ、せーじゃないんだよ、えーわかる、いらっしゃせーえーお前えーになるんだよ、そういう感じさということで、また次回お会いしましょう。 See you next time! タイム